アイクロバート・カーライル・ギフ・フェンは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は中将。第二次世界大戦の大半において、巡洋艦部隊を指揮し、前半は、輸送船団護衛や統治作戦をはじめとする、ヨーロッパ戦線、後半は1943年1月29日の、レンネル島沖海戦から1944年2月17日の、 トラック島空襲までの間の太平洋戦線で活躍した。アイクこと、ロバート・カーライル・ギフフェムは1886年6月29日、ペンシルベニア州ウェストチェスターに生まれる。インディアナ州、サウスベンドのノートルダム大学を経て、ネブラスカ州の推薦を得て、海軍兵学校に進み、1907年に卒業。卒業年次から、 アナポリス1907年組と呼称された、この世代の同期には、第5艦隊を指揮したレーモンド・スプルーアンス、アメリカ海軍航空隊における初期のパイロットの一人で、真珠湾攻撃の際に、真珠湾攻撃ル、これは演習ではないと放送した、パトリック・ベリンジャー、NC-4 機長として、大西洋横断に成功したアルバート・カッシング、リードラがいる。アナポリス卒業後、 主観候補生となったギフェンは、戦艦、バージニア乗り組みとなり、間もなく、グレートホワイトフリートの世界巡航の航海に参加する。1909年に航海が終了した後の4年間、ギフェンは、様々な艦船に乗り組み、一方で、全米ライフル選手権にも定期的に参加した。注意に昇進すると1913年から1915年にかけて、 ワシントン海軍交渉に勤務し、ついで駆逐艦、ウェインライトに配属される。アメリカが第一次世界大戦に参戦の後、少佐になっていたギフフェンは、駆逐艦、トリップ艦長に任命され、ヨーロッパ水域のイギリス海軍、グランドフリートのもとに派遣される、第六戦艦部隊の護衛に当たる。1918年半ばから1919 19年8月までは、地中海に移り、 駆逐艦、州令艦長として、ジブラルタルを本拠地として行動した。大戦終結後の1920年代から1930年代に、かけてはサンフランシスコ及び、ワシントン州、キーポートの海軍施設での勤務や母校アナポリスでの、教官などの陸上勤務を務めた後、総合寿命艦、ヒューロン副長、砲艦、サクラメント艦長、駆逐部隊司令、給油艦、 ナチェス艦長を歴任。大佐に昇進後の1934年から1937年の間は再び母校アナポリスの教官職につき、1938年から1940年の間は、軽巡洋艦、サバンナの艦長を務めた。ヘルメットをかぶって戦闘に備える、ギッフェン1940年、ギッフェンは海軍大学校を受講し、受講後は、 ワシントン DC の海軍作戦部入りして、海軍予備員企画課課長に就任する。1941年3月に少々に昇進すると、再び海上勤務に戻り、第7巡洋艦部隊司令官となる。1941年後半までの間、ギフフェンは、北、大西洋における中立パトロールを指揮し、真珠湾攻撃を経て、 アメリカが第二次世界大戦に参戦すると、イギリス海軍本国艦隊に協力して、輸送船団の護衛に兵力を貸し出した。1942年3月27日、カスコ湾からスカパフローに向かっていた戦艦、ワシントンを機関とするジョン・ダブリュー・ウィルコックス少将の第39.1任務軍で一つの事件が起こった。ワシントンの艦内から、ウィルコックスの姿が消えた。 任務軍内の従順洋艦、タスカルーサは、ワシントンの左舷側から、嵐の大西洋の中に人が転落するのを目撃していた。ウィルコックスの行方不明により、第39.1任務軍の指揮権は、ギフェンに移譲され、直ちにウィルコックスの捜索が開始されたものの悪天候により、成果はなかった。ギフェンは、従順洋艦、ウィチタを引き続いて機関に指定し、 デンマーク海峡や北海方面でドイツ軍の脅威と対峙し続けた。秋に入り、連合国軍は北アフリカに新たな戦線の構築を起とする。ギフフェンは第34任務部隊司令官、ヘンリー・ケント・ヒューイット少将の指揮下、ウィチ対下戦艦、マサチューセッツ、タスカルーサ、第8巡洋艦部隊及び第8、第11駆逐部隊と共に、 統治作戦に参加し、北アフリカ戦線に向かった。11月8日、ギッフェンの第34.1任務軍は、カサブランカ周辺のビシー政権側の海軍艦艇、及び諸施設に対して攻撃を行い、ビシー政権の戦艦、ジャンバール、軽巡洋艦、プリモゲなどの艦艇との間で攻撃戦を交わした。北アフリカでの作戦に、目処が立つと、ギッフェンは、 四季下官邸とともに太平洋戦線に転戦することとなった。1943年1月4日、岐阜ンは第6巡洋艦部隊司令官と第18任務部隊司令官を兼ねる。最末期のガダルカナル島の戦いに参加し、ガダルカナル島域戦団の間接護衛に当たっていたが、1月29日夕刻からレンネル島近海で、 被害のうち少佐率いる第701航空隊と第705航空隊の陸上攻撃機体の波状攻撃を受ける。命中弾を受けた1機の一式陸上攻撃機がシカゴに体当たりしてシカゴの艦上で炎上し、これを目標にして突撃した一式立行がシカゴに魚雷を2本命中させた。ギフフェンは任務部隊に被体を命じ、ルイビルにシカゴの栄光を命じたものの、 任務部隊は、翌30日に第751航空隊の立航隊に捕まり、シカ後に4本の魚雷が命中して、ついに沈没した。岐阜県が日本軍機と対決するのは、これが初めてであり、審議のほどはともかく、日本機の実力を甘く見ていた節があった。ガダルカナル島から日本軍が消え失せると、岐阜県は休息の後、位置対カ所艦艇を率いて、 アリューシャン方面の戦いに参戦する。ついで中部太平洋戦線に転じ、マキンの戦い、クエゼリンの戦いで火力支援を担当する。1944年2月、スプルーアンスの第5艦隊は、エニウェトクの戦いと、その支援のためのトラック島空襲を起とする。ここでスプルーアンスは、トラック諸島内に未だ有力艦船が多数残っていると考え、 空襲後には外に出てくるだろうと推測した。どうしても戦闘を切って戦いたかったスプルーアンスは脱出してきた有力艦船との砲船を念頭に戦艦ニュージャージーを第5艦隊機関に据えた。ギフフェンはこの当時ウィチタからミネアポリスを自分の機関に指定しトラック島空襲に参加する。2月17日午前の空襲に引き続いて 午後からは官邸による総統戦が開始され、間もなく干渉外にあった、軽巡洋艦、カトリ、駆逐艦、マイフー及びノアけを発見するが、砲撃戦の指揮はスプルーアンス自らが指揮した。爆僚は、スプルーアンスの陣頭指揮に驚き、岐阜編に委任するよう何度も進言するもなかなか聞き入れられず、進言を重ねた末にスプルーアンスは、岐阜編に対して、 カトリを始末するよう命令を下し、自らは、マイフーと、ノアケを攻撃することとした。やがて、ノアケは遁走し、カトリと、マイフーは、集中砲火を浴びて沈没していった。1944年5月14日、ギフフェンは、中将に昇進し、ついでプエルトリコのサンフアンを拠点とする、第十海軍区司令官兼カリブ、海域部隊司令官となって、水上勤務から離れた。 その後は1945年8月26日に大西洋艦隊補給艦隊司令官となり、その職を最後に1946年9月に退役。引退生活の末、1962年12月10日にアナポリスで亡くなった76歳ボーツ。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、近藤信武、高須志郎を、 野村直君らを排出した35機に相当する。ありがとうございます。